今から100年前に関税自主権という国家の根幹を日本が回復したのは、皆さんご存知、小村寿太郎をはじめとする多くの先達の血を吐くような努力の末であります。それがその100年後に自ら国家の根幹たる関税自主権を放棄するなど、後世の日本人に私たちは万が一そんなことがあれば顔向けできないではありませんか。皆さん、すでに日本の平均関税率はアメリカよりも EU よりも低いのです。皆さん、日本は自由貿易の貿易立国としてすでに100年以上にわたって開国済みであります。万が一至らぬ点があるならば、それを改める国の開国ならいざ知らず、猪突猛進するのは壊す国の開国ではございませんか。皆さん、先ほど来農業や医療やあるいは保険や金融の問題だけではないというお話がありました。今日多くのマスメディアの方がいらっしゃっています。日本の通信や電波や情報も非関税障壁だと言われれば、皆さんご存知の暴露メディアをルパード・マードック氏が日本のテレビ局に君臨するような事態が起こりうるのですよ。皆さん、これはマスメディアの方々にとっても明後日や一昨日の話ではないということです。そしてもう一点、 TPP は日本とアジアを分断をする政策です。なぜなら皆さん、環太平洋というのにカナダもメキシコも入ってないんですよ。中国も韓国も台湾も入ってないんですよ。ASEANのインドネシアもフィリピンもタイも入ってないんですよ。これこそ洋島国々な、私の友人の勝谷雅彦は消防署の方から来ましたと言って、消防署員じゃないのに検査するような消防署の方から詐欺だと言いました。そう思いませんか皆さん。そしてそんなに素晴らしいなら、なんで中国や韓国や台湾に一緒に入りましょうって日本は言わないんですか。まさにこれは自由貿易ならぬブロック経済、アメリカ独り勝ちのホモ貿易であります。そしてもう一点、日本の製造業はTPP によって壊滅的打撃を受けます。なぜならば、今から15年前には日本と中国の貿易量はアメリカと日本の間の6分の1でした。中国には改めていただくべき点がたくさんあります。もちろんであります。しかし今や日本と中国の貿易量の方が日本とアメリカよりも多くなってしまっている。その中国を阻害する形の TPP を結んだらどうなりますか皆さん。中国が EU と FTA を結んだら、中国市場で日本の製造業と競っているのはドイツです。自動車や高速鉄道、ドイツと中国が EU によって FTA を結んで関税がなくなれば、中間材はみんなドイツから入ってきて、日本の製造業は壊滅するんですよ皆さん。だから私は壊す国開国だと言っているんであります。野田義彦さんという方は、私一応ちっとも静かじゃない亀井静香の国民新党と一緒に会派を組んでる個人タクシーの新党日本と言いますけれども、しっかり TPP は議論すると所信表明演説でおっしゃったので、私しっかりと議論させていただこうと思ってわずか10分間質問したんです。しっかりと議論したいとおっしゃった方が返ってきた答えは、私があろうことが TPP 推進の